メイドインエリシー。僕の方がすごいガチンコでいきましょう。バチバチ。負の漫画が向いてないなって思いましたね。成長。着々と上手くなってるなって。このまんま連載漫画に持ってってもいい、私が思うに。はい。さらに愛を知ってしまったかもしれない。それあり？これなしだよ。漫画家リアリティショー漫画甲子園。一軒家に集められた漫画家を目指す若者6人。こんにちは。およそ2ヶ月間の共同生活を行いながら、漫画のプロたちから毎週出される課題に挑戦。課題は全て順位がつけられ、得点が加算されていく。共同生活中に出される6つの課題とその集大成として描く最終課題、読み切り漫画の得点を合わせ最終審査。1位に輝いた者には優勝賞金100万円、優勝特典小学館サンデーウェブリから連載デビューが与えられる。第一課題、続きが気になる漫画冒頭5ページを書け。5ページ。今回の締め切りは6日後です。おお、こういうこと。お題が出て6日。俺が一番すごい特化取らせてもらう。ビッグマウス三好くんがライバル視したのは、見ます？見ていいの？あ、いいっすよ。じゃあ俺だけ見るね。いや、暑くていいね、とにかく。暑いのはすごくいいね。ただまあ僕の方がすごい。ガチンコで。正直に梨さんと山本くんの2人は結構詰め切ってるかな。そして1位は、1位かべくの運命のジャッジ、山本拓海さん。え、はい、おお、あ、久しぶり。やっべ、こいつ名前なんだっけ。で、2位が青野千代さん。はい、ありがとうございます。はい、3位が三好慎太郎さん。まだよかった、はい、まだよかった。上位3人にそれぞれポイントが入った。4位以下にはポイントなし。第2課題、3人1組でかっこいいヒーローが登場する漫画を描け。3人1組こんなのあるの。グループ分けは、でも多分俺たちだけ言ったらさ、絵に問題があるからさ、じゃあ絵に強いでしょ、絵描けばいいじゃん、キャラの。そんなことある。前回の課題の上位チームと下位チームに分かれた。しかしめんどくさい。3人に1個作るってのがまずめんどくさい。結局個人だからな、漫画って。結局三好くん、山本くん、それぞれがネームを仕上げ、編集者に判断を仰ぐことになった。僕は原稿の完成度で勝とうかなと思ったんですけど、2本やりたいのが、まあ僕と話負けてると思う。バチバチだ。でもいいよね、ここ妥協するより。しかし山本くんの原稿は分かりやすかったですけど、面白くはなかったです。渾身のネームを酷評された山本くん。わかりやすい。一方、下位チームは絵柄これでいい？で、いいよ。よし。キャラクターのデザインは浦さんに任して、菅さんの方は絶対に構図としてはうまい構図を出してくれるんで、いい信頼関係。構図の方とかは菅さんに任せたいなって気持ちがありながら。もう面白いね、これ。下位チームは役割分担をして上位チームに挑む。結果は良かったチームの原稿は1,000,000 Money Heroes です。おお、
1円玉で感じろ、その重さは1トンだ。チーム戦を制した3人にそれぞれ100ポイントが入り、順位は目まぐるしく入れ替わる。第3課題、今回の課題は笑える漫画を描け。笑える漫画、マジか。コメディか、これは難しいぞ。一番不利なのは僕じゃないですか。確かに日本のお笑いと韓国のお笑いとかで違いそうだし、文化も違いあるのか、うん。そして表情の冴えないメンバーがもう一人。いや、今までで一番しんどくない？三好さん、僕去年学校行ってて、はい、そのお笑いの学校行ってて、お笑い強っ。だからこそ一番しんどい、うん、確かに。笑える、分かんないわ。ペンが進まないカン君と三好君、前進するきっかけとなったのが編集者との食事会。自分がその大ジャンルちょっとミッチル系のダメなんですけど、そこでどうやって面白さを出すか。ああ、なるほどね。それもさ、絞って考えるといいかもね。日常のさ、何が面白いと思ってるかっていう部分。なんか俺よく言うけど、書きたいもんじゃなくて読みたいもん書いてっていうのよく言うの。めっちゃ書きたいのタイプだ。そしてカン君に降りてきた一つのアイデア。これ使えるんじゃないかなと今ちょっと思っています。主人公が期限限定のプレミアムプリンを買いにコンビニに行くって感じ。これ書こうかと思って。一方、もう終わらないよ。お笑い経験者三好くんも必死の追い込み。運命の結果発表、第1位はパンダ猫さんの全てはプリンのためにです。カンさん、カンさんの、カンさんだ。恨まないでください。私はただプリンが食べたいだけなんです。第2位は三好慎太郎さんの妄想中です。あ、ありがとうございます。俺だって強したいよ。笑える漫画得意じゃないって言った三好くんとカン君がワンツーになったんだよね、うん、すごい。第4課題、2人一組で魅力的なヒロインが登場する漫画を描け。マジかよ、またチーム戦だ。三好くんとカン君、山本くんと中川くん、山本中川いいかも。そしてルラリーナは青野さんと女性同士でチームを組むことに。良さそう。ここでルラリーナからまさかの発言が。ヒロインが私で、で相手が、え、もしかして三好くん。どうした、どうしたんだよ。大丈夫かな。そう、日を追うごとにルラリーナと三好くんの距離が近くなっていった。私の伝えたい漫画を描こうとしてるんです。三好くんラブレ、え、ラブレター。まずいまずい、完全な公私混同になってるんだこれ。そんなラブレター、編集者の評価は。気になったのは、なんかここのエピソードが抽象的で好きになった理由っていうのが読んでわからないなって感じなので。三好くんっているじゃないですか、うんうん、それがモデルになってるんですよ。あ、なんて言ってかわかんないね。困ってる。困りますよね、うん、であればなおさらなんかこうリアルな感じが欲しいんですよ。翌日、あれ髪がバッサリ切った。どうしたどうした。誰も髪を切った理由を聞けない。気づいてんのかな、みんな。さすがに気づいてるのか、好意があるっていうのは。どう思います？リアル、気づいてた。要するにまあ失礼。感情を洗い流したいって感じ、けじめになるかなって。恋心は一旦封印して前向きで課題に挑む。不器用な彼女なりのけじめのつけ方。
よし、よかった。青野さんのネームをブラッシュアップしていく。頑張れ。そして結果は、次に面白かったのはルアリーナさんと青野千代さん、うん、2位を獲得。終わりなければ全ていいっていう一方1位を獲得したのは中川和樹さんと山本拓海さんのけなげすぎるよ鬼島さん。突っ立ってても糸は垂れてこねえぞ。やる気ないならラホツでもあんどけ。まただ鬼島の仏だリンチ。実は山本くん、前回のグループ課題での失敗を経て中川くんと積極的にコミュニケーションを取っていた。第4課題終了、上位と下位で徐々に得点差が生まれ始めていた。第5課題、今回の課題は全員共通の導入から独自の結末まで書け。ちなみに導入の部分は僕が書きました。こちらです。主人公が何かをひたすら食べているだけの1ページ。ここからストーリーを展開させるという自由度の大きな課題。めっちゃむずいっす。今までで一番の難関となった今回の課題。5人が苦悩する中、淡々と作業を進める男が。中川さん、毎朝誰よりも早く作業を始めるなどコツコツ努力をしてきた中川くん。一回、まあ、頭の中で整理がそれなりについたかなと思ったやつのネームを書き始めた。そんな中事件勃発。編集者来訪の日にもかかわらず三好くんの姿が見当たらない。どこ行ったのか。今朝からいなかったんですよ。ちょっとおかしいなと思ったんですよね。なんか上にもいないし下にもいないし、僕起きた瞬間にそう思った。この日の朝から三好くんが失踪。その日の夕方、三好くんが帰宅。なぜ出て行ったのか、外で本音を聞き出した。正直、いや結局勝ててないんで勝ちたいです。いやだ、僕毎回1位取るほどのもの書いてますから。でも負けてる。原因を何か編集者さんには本当申し訳ないし来たかったけど、今までいいって言って負けてきた、そういうことが繰り返されてたんで僕の中で。結果は中川さん。おお、ありがとうございます。うわ、なんかすごい嬉しい。中川くん、エンマ様おかわり。あと半分だ。全場の生中継でお送りしている100人おじき、残り時間は10分。一方、一人で仕上げた三好くんは結局3位。意外性という意味ではもう少し何か欲しかったかなと。いやこれね、本当になんか、うん、徹底して努力できた人間がやっぱり上位に来るってなんか、うん、人間の集まりの縮図じゃないこれ。第6課題、令和トキワ荘での経験から得たことをあなたなりの漫画で描け。自分の心の中の恥ずかしさをいかに表現するか。解放ね。これが表現できると読者はお金を払ってくれますので。自分の心情を吐露するってことだね。私結果ボロボロじゃないですか。一度ぐらいは最下位以外取りたいなとか。そして三好くんにも変化が。ちょっと読んでくれませんか。お？三好くんがネームをみんなに見てもらうのはこれが初めて。ちょっと変わってきたか。変わったのはもう一人。昨日までの私を漫画に描けばいいじゃないですか、うん、だってこんな恥ずかしいねえこと、いや絶対やんないや分かってたんだおいで。あ、そっちこれが今の状態のやつです。書き上げたのは三好くんへの恋心。彼のどこに惹かれたのか赤裸々に描いた。なかなかできないことだ、すごい最後やばい。いや、まあどこがやばいって、まあこれを書いたことが一番やばい最高じゃん。いいじゃん、いいじゃん。それでは発表します。1位、
誰だ。ルラリーナ、今までありがとうございました。ありがとうございます。私は今どうしようもなく抱きしめたい人がいる。その正体は今隣にいるこやつだ。このまんま連載漫画に持ってってもいいぐらいの、私が思うにすごいね。素晴らしい。ありがとうございました。よかったね。共同生活で出された6つの課題、得点はこちら。そして次回は生配信、ついに最終決戦、渾身の32ページ読み切り漫画を描け。7人の審査員がそれぞれ100点満点で採点。まだまだ逆転は可能。連載デビューをつかみ取る漫画が決まる。若者たちよ、夢を描け。